マイデジ TV をご覧の皆様、こんにちは、滝本美織です。今回2月20日に宮崎駿監督、ジブリ作品風立ちぬが、テレビ初放送されます。もうアフレコしたのが2年前ぐらいになるんですが、自分の中でもこう色あせないというか、宮崎監督 の最後の長編に関われた、とってもこう思い入れの深い作品ですし、女優としてという以前にこう人として、今をもっと大切に生きようとか、こう明日から頑張ろうっていう、すごく前向きな、メッセージが皆さんにも伝わったらいいなと思います。ぜひご覧ください。